みちこちゃんこんにちは、今からね久しぶりにね、焼肉いいねさんに来ました。前ね食べに来て美味しかったのでまた食べに再訪しました。でみちこは今日はどんなものを食べたいですか？ちょっと時間がね、ちょっと止めて、時間がないけど、もしかしたら同じメニューかもしれないし、うん、またなんかじっくりと食べたいですね。食べたいですね。はい、フラチャンネルグルメレポ、焼肉いいねさん、改めまして店のいいねさんから食レポをしていきたいと思います。お願いします。牛タン美味しそう。牛タン美味しそうだね。ねえ。トムちゃん。どう？美味しそうね。飲んで食べる。美味しそうね。はい、どうぞ。これは何でしょうか？ハラミ。ハラミね。熱いお豆腐した方がいいよ。うん。うまい。美味しいよね。で、次は何を頼んだんだっけかな？ハラミと。うん。ハラミ。中落ち？中落ちはどれだっけ？わー。もしよかったら、これ中落ちなんだけど、これを食べる？ちょっとまだ生なので、はい、はい、これね、中落ちです。はい、今度は中落ちの、はい、はい、はい、じゃあこれは今度牛タンね。ご飯ですよ。
進むでしょ、はい、どうぞ。大根の牛タン、牛タン、やったでしょ、美味しいでしょ、うん、味わい深いですよ、でしょ、美味しいよ、はい、じゃあ、あ、ちょっと待って、今度ね、中落ちの辛味噌の方を食べます、いただきます。あともう一個、もうお腹いっぱいになって、さっきのタンもすごく美味しくて、これも美味しい。はい、みちこちゃん、ごちそうさま。ごちそうさまでした。今日ね、焼肉いいねさん、うん、すごい食べたね。あれなんか美味しくてね、すごく素敵なお店なんですけど、はい、ちょっと悲しいことにね、7月いっぱいで、このお店は一旦閉店と、はい、そして店長さんは、うん、この名古屋駅の方をね、そうそうそう、うなぎ屋さんの方に5月からオープンするそうで、そちらに移られます、はい、もうそちらも楽しみですね、はい、それからね、このお店も業態が変わって、またこの、ね、はい、お店が入るみたいで、そうですよね、はい、シフトチェンジしていくみたいです。今日のみちこちゃん、感想をどうぞ。やっぱりね、牛タンと中落ちカルビ、はい、中落ちカルビ、カルビ、うん、と、やっぱホルモンとタンビンが、あれタンさっき言ったっけか、言った、言ってないか、はぁ、もうタンのさ、もうすっごく美味しかったね。どれを食べてもよかったね、ご飯がパクパクいけちゃう、パクパクいけちゃって、それで焼肉をじっくり食べれるって、いう方ですね。はい、みちこちゃん、ここはね、またいつか行ってみたいけど、またね、この店長さんが新しくね、入るお店に行ってみたいと思いますね。焼肉屋さんまたやるみたいだよね。そう、焼肉屋さん、そう、お店はね、だからね、はい、楽しみ、楽しみです。はい、グラチャンネル、グルメレポ、名古屋市、水戸港区、改め橋からでした。ありがとうございます。